市議会議員の川口博史です。今回は福岡市の水道行政について少しお話をさせていただきます。水道とですね、もうなくてはならないものなんですけれども、福岡市、よその東京や大阪から比べると後からどんどん人口が増えて町になってきました。その折に水道をずっとお金かけて作ってきたもんですから、よそのそういう都市よりはコストが高くついてます。その中でですね、かなりその返済もだいぶ終わってきまして、今からじゃあどうしていくのかっていう課題があります。淡水化装置もありますし、実は福岡市の水の3分の1弱は筑後川から山を越えていただいてます。ダムの開発にもお金を出してますし、地域の方にそっちの筑後川流域の方にも迷惑をかけながらですね、こちらに水をいただいている状況でございます。一番怖いのは今水道のそういったのが終わってきたんです。一番怖いのはやっぱり共断層とか動いて地震があった時、大きな地震があると万が一筑後川から水が来ないとか来れないということになるともう大変なことになります。福岡過去に雨が降らずに大きな渇水がですね、大渇水が数回ありました。もう大変、吸収車が出てですね、並んで水を汲む、あれだけは避けたいなと。だからこれは生命線ですから、水がなければどうしようもない。水の確保、断層にも強いと、その地震にも強いということも考えていかなければなりません。当然筑後川から引いているのは、国が主導でありますけど、大きな地震が来ても水は守れるというのも必要ですし、今度はそこから福岡の浄水場へ持っていく大きな管、これをですね、まずは今ようやく資金が少し余裕もできてきつつあるので、今のうちに地震があっても安全に水が供給できるように、これを二重化していこうとか新しくしていこうとかですね、で壊れやすいとこはどんどんやり替えをしていこう。特にはこれは古くなったらっていう順番になりますけど、断層のところは優先して強いやつで、少々の地震があっても水は大丈夫ですよっていうのをしていかなければならない。または人口は減るのかというのもありますけど、当面10年以上ですね、横ばいです。もう一つの大きな課題は、今ある淡水化装置、日量5万トン作れます。これをどうしていくのか、やり替えるのか、じゃあいらないでいいのかと。やっぱり筑後川等が万が一があった時はどうしようかと、北九さんにお願いしないといけないところもなります。そういった中で淡水化装置やり替えたらどうなるのか。私はああよくば真水ですから、将来必要になってくるであろう水素をですね、使うのの水素を、例えば太陽光のエネルギーで貯金電池が大変ですから、水素として貯めようという時に真水がいります。それなりにも活用できないのかと研究もしたいと思いますし、まずはそういった必要なもの、今お金だけではできないと思います。万が一断水とかなると大変な事態ですから、多少コストは高くても守っていく施設、そして起こさせない、起きた時にも多少はですねロスがあってもしっかりと守れる、大きな感染は大丈夫だよとかですね、今度渇水があってもしっかり供給ができるよう、五箇山も、完成しまして、今からしっかり水を貯めていかなきゃならない。あれば定期預金みたいなものです。渇水になった時に、その水を当面厳しい時に使ってまた貯めて、日頃はあまり使うダムではない。そのおかげで今度はその下の、ダムが満水にしなくてもいいと。今度大雨が降っても満水にしてないですから、氾濫するような危険度も大幅に下がることになります。五箇山ちょっとお金はかかりましたけれども、しっかりとやっぱり暮らしを守るというのが、主かなと、そういうのを勘案しながら、お金も、コストも抑えながら、しっかりと断水や渇水に対応できる、町になるように、しっかり水道行政勉強していきたいと思います。